なんだモンスター、質問か？北条氏の多支配席、覚えたいっす。じゃあみんなでこれ見よう。今回は日本史鎌倉時代、北条氏の多支配席です。それでは鎌倉先生、よろしくお願いします。はい、了解です。今回は鎌倉時代の北条氏の多支配席をやっていきます。北条氏の多支配席です。まず、北条から包丁とリンクさせましょう。さらに、配席から何かを取り除くイメージで、包丁で何かを取り除く、そこから魚をさばくシーンをイメージしましょう。では、シェフ、エッサ、ホイサ、ああ、こんちくしょう、めんどくさい。はい、今日はカジキマグロをさばきます。今日、さばく魚は、カジキマグロです。使うのはこの包丁。お腹を引き裂きます。腹綿を取ります。取ったどう？バイオリンは関係ありません。カジキマグロ、包丁、引き裂く、腹綿、関係なし。カジキマグロ、包丁、引き裂く、腹綿。はーい、リンクしていきまーす。カジキのカジから、梶原景時の乱、包丁のお家から、包丁合戦、引き裂くの引きから、引き義和の乱、腹綿、綿から、和田義盛の乱。はい、では、北条氏の多支配席、まとめていきましょう。はい、リンクワードは、カジキマグロ、包丁、引き裂く、腹綿です。カジキのカジから梶原景時の乱、包丁の包地から包地合戦、引き裂くの引きから引き義和の乱、腹綿の綿から和田義盛の乱。はい、それでは鎌倉時代の北条氏の多支配席それぞれの説明を軽くします。梶原景時の乱、1199から1200年、昭和9年。鎌倉幕府、初代将軍の源頼朝の側近中の側近、梶原景時は頼朝政権下では、自ら御家人からの嫌われ役を買って出ていましたが、頼朝の死後、後ろ盾をなくし、御家人66人の連番状によって幕府から追放され、その後、一族も滅ぼされてしまいました。比企能員の乱、1203年、建仁3年。鎌倉幕府第2代将軍、源頼家の外戚として、幕府内で巨大な権力を持つ比企能員が、次期将軍の後継問題などの権力争いで、北条氏と対立して、北条時政、政子らが謀略で比企能員及び、その一族を滅亡させた事件。和田義盛の乱、1213年、建保元年。執権、北条義時は幕府創業以来の御家人で、侍所の別当の職にあった和田義盛を挑発、和田一族に反乱の軍を挙げさせた。和田氏は頼みとしていた三浦義村が、北条氏に味方したため、鎌倉で戦って、全滅。以後、侍所別当は北条氏が執権と兼任し、執権政治が確立していった政争。包地合戦、1247年、包地元年。執権北条時頼は、鎌倉幕府創業以来の大御家人で、幕政にも重きをなしていた、三浦氏の打倒を狙って挙兵。時頼の外戚、足立景盛の援助で三浦安村ら三浦一族を鎌倉で全滅させた。この事件によって、特捜先制体制が確立する契機になったと言われています。はい、今回の北条氏の多支配席の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、
リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。さすがです。ああ、面倒くさい。もう一曲弾こう。